元気に過ごしていた児童生徒が学校管理下で突然死するケースがあります。突然の心停止は急に発生するため、迅速かつ適切に対応しなければなりません。ここでは一時救命処置の手順に基づいて、傷病者発生時の判断や行動の流れを確認していきましょう。救命のためには、居合わせた第一発見者の1秒でも早い救命処置が必要です。電気ショックが1分遅れるごとに、救命率は 10% 低下すると言われています。119番通報してから、救急車が到着するまでの時間は、全国平均で約9分です。救命のためには、その場に居合わせた人が迅速な救命処置を行う必要があります。それでは、一時救命処置の手順について確認していきましょう。倒れている傷病者を発見した時の最初の行動は安全確認です。第一発見者は、まず周囲の安全を確認した後に傷病者に近づきます。誰かが倒れてる。周囲の安全よし。反応の確認では、倒れている人の肩を軽く叩きながら反応を確認します。反応がない、もしくは判断に迷う場合は、次のステップに進みます。大丈夫？大丈夫？反応なし。反応がない、もしくは判断に迷う場合は、直ちに近くにいる教職員に応援を要請します。近くにいない場合は、児童・生徒に教職員を呼んでくるよう指示します。応援者が到着したら、119番通報と AED の手配を行います。誰か来てください。先生来てください。はい、3年生の山田君が持久走中に倒れました。反応がありません。進藤先生、AED をお願いいたします。伊豆田先生、119番通報お願いします。はい。119番、火事ですか？救急ですか？救急です。住所はどこですか？呉市阿賀崎5丁目文化小学校です。どうしましたか？児童が倒れて意識がありません。胸骨圧迫をしています。おいくつの方ですか？3年生です。あなたの名前と連絡先を教えてください。教員の〇〇です。電話番号は123456です。今救急隊員をそちらに向かわせてます。そのまま胸骨圧迫を続けていてください。はい。次に普段通りの呼吸があるかどうかを確認します。呼吸を確認するときには、胸とお腹の動きを見て10秒以内で観察します。視線器呼吸といって、しゃくり上げるような呼吸が断続的に続く場合があります。普段通りの呼吸ではない、またはわからない場合は、心停止と判断します。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、7、呼吸ありません。心停止と判断したら、直ちに胸骨圧迫を開始します。胸骨圧迫のポイントは、強く、早く、絶え間なく行うことです。はい、お願いします。小児の場合は、胸の厚さの3分の1沈み込むように圧迫します。1分間に100から120回のリズムで絶え間なく押します。30回の胸骨圧迫の後、可能であれば気道を確保して人工呼吸を2回行います。続けて胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返します。人工呼吸がためらわれる場合は、胸骨圧迫のみをAED が到着するまで絶え間なく続けます。胸骨圧迫のやり方は、片方の手にもう片方の手を重ねて組み、
胸の真ん中に置きます。垂直に体重が加わるように両腕をまっすぐに伸ばし、組んだ手の真上に肩が乗るような姿勢で行います。胸の厚さの約3分の1が沈み込むように胸骨圧迫を30回行います。人工呼吸は額に手を当てて、肘は地面で固定し、顎の先に2本の指を当て、頭を後ろに反らせて気道を確保します。鼻を塞ぎ、口を完全に覆って1秒かけて2回胸の上がりが見える程度息を吹き込みます。心肺蘇生開始します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に AED が到着したら直ちに電源を入れ、音声ガイドの指示に従って操作を行います。電気ショックが必要かどうか AED が判断しますので、音声ガイドの指示に従ってください。また傷病者の発見から電気ショックまでは5分以内で行う必要があります。そのためにも AED は傷病者が学校内のどこで発生しても5分以内に電気ショックができる場所に設置しましょう。AED の使用方法ですが、小学生以上の場合は成人モードです。現在、成人の表記から小学生から大人モードに表記が変更となっています。電極パッドは描かれたイラストの位置に装着します。1枚を胸の右上に、もう1枚を胸の左下の素肌に直接貼り付けます。電極パッドを貼る部分が水で濡れていたらタオルなどで拭き取りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。小学生から大人モードです。反応がないこと、呼吸がないことを確認してください。1、2、3、胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。袋を破いてパッドを取り出してください。6、7、8、9、10。体に触らないでください。はい、心電図を調べています。体に触らないでください。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。電気ショックの後は救急隊が到着するまで AED の音声指示に従って胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。普段通りの呼吸や目的のある仕草が出現した場合には中断しても良いですが、 AED の電源を切らず電極パッドは装着したままにしておいてください。はじめにも述べましたが、突然の心停止は急に発生します。そのような事態に遭遇したとき、適切な救命処置ができるよう定期的に訓練をしておきましょう。